ラインハルトロスはドイツ出身の元オートバイレーサーであるロードレース世界選手権で活躍した1982年にドイツ国内選手権 500cc クラスチャンピオンとヨーロッパ選手権 250cc クラスチャンピオンを獲得すると翌1983年からは本格的にグランプリに参戦を始めたグランプリでは 250cc クラスや500 CC クラスに参戦しながら思うような成績を残せずにいたが、1987年にホンダのワークスマシーン NSR を得るとフランス GP でグランプリ初勝利を挙げ、アントン・マンクに次ぐ 250CC クラスランキング2位を獲得した。1988年は怪我のために5位に終わった。ものの、1989年にはオランダ GP とチェコスロバキア GP で2勝を挙げ、 シトポンスに次ぐ2度目のランキング2位となった。1990年は前年のチャンピオンであるポンスが 500cc クラスにステップアップしたことで 250cc クラスにおけるホンダのエースとなったロスであったが、同年6月の第7戦ユーゴスラビア GP の決勝において周回遅れのライダーのマシンと接触、転倒し、高速のままタイヤバリアに衝突した。 重傷を負ったロスは1名こそ取り留めたものの、レース活動からの引退を余儀なくされた。ドイツのジャーナリストフォルカー・ラウフによれば、思いの障害が残り24時間介護が一生必要な状態であるという。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム。ありがとうございます。